んばんは。今日は8月13日火曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。観光大臣は観光収入を促進する政策の実施を続けていくと述べています。母の日にジャスミンの花と青いシャツが高い人気となりました。スリン県で水不足のため病院が井戸掘りを始めました。気象局はタイ南部、東部の大雨に警戒を呼びかけています。今日のニュース展望は、チェラポン王女殿下が署名した生物学的製剤研究開発に関する協力協定についてお知らせします。それではまず、はじめのニュースです。観光大臣は観光収入を促進する政策の実施を続けていくと述べています。ビバット観光スポーツ大臣は、観光の機会を共同で開発するため、南部クラビー県の民間観光事業者を招待し、意見を聞く公聴会を開きました。ビバット観光スポーツ大臣は、タイ政府観光庁の管理者、クラビー県産業評議会、クラビー商工会議所の理事会に会うため、クラビーを訪問しました。観光スポーツ大臣は、クラビー県は観光地としての商品価値、サービス、そして世界的に有名な美しい海のほか、観光名所のさらなる開発の準備ができていると語っています。観光スポーツ省は、様々な省庁と協力し、クラビー空港への国内線と国際線の便数を増やしたり、南部地域、特にアンダマン、沿岸地域全体の観光ルートのアクセスを容易にしたり、団体やグループの観光に焦点を当てた海上観光などを促進しています。ターゲットがより高い支出能力を持つ観光客を対象としたいとしています。ビバット観光スポーツ大臣は、観光客の安全と高水準のサービス改善に重点を置いて観光開発を進めていきたいと述べています。イベントでは観光の運営とスポーツの開発に関する団体やグループから様々な意見を聞きたいとしています。小さな村へのツーリズムを持続可能な方法で発展させるために、クラビーゴーグリーンからアンダマンゴーグリーンというコンセプトを立ち上げ、活動を展開しています。次のニュースです。母の日にジャスミンの花と青いシャツが高い人気となりました。タイでは母の日にジャスミンの花を贈ります。ジャスミンの花は純粋な愛を表しており、子どもたちはジャスミンの花で母親への愛情を表現します。毎年8月12日のシリキッド女王陛下の誕生日がタイでは母の日とされており、昨日も多くの子どもたちがジャスミンの花を母親へ贈りました。バンコクとの花市場、パーククローン市場では昨日、ジャスミンの花の販売は非常に活気に満ち好調となりました。市場前の通りにはジャスミンのブーケや花輪を買いに訪れる人が絶えず行き交っていました。ある花屋の店主はジャスミンの花の価格は昨年1キロあたり200から300バーツでしたが、今年は多くのジャスミンが収穫できたため、今年のジャスミンは昨年よりも安い価格となっていると述べています。今年ジャスミンの花は1キロあたりわずか100バーツで販売されています。花輪の価格は100バーツから500バーツとなっています。一方、シリキッド女王陛下は金曜日のお生まれで、金曜日のシンボルカラーは青となっています。シリラート病院横のワンライン市場では、8月12日にシリキッド女王陛下への敬愛の証として、青いシャツを着用する人が多く、青いシャツが通常より多く販売されていました。シャツを売る店主は昨年の売上よりも今年は少ないと語っています。市民は昨年よりお金を節約し、自宅にある青いシャツを着ていたためとしています。次のニュースです。スリン県で水不足のため病院が井戸掘りを始めました。今年は降雨量が少なく、それによる干ばつ被害の拡大が懸念される中、東北部スリン県では、国立スリン病院で地下水の利用で水不足に対応するため井戸掘りを始めました。
スリン県を訪れたアヌティン保健大臣が11日、スリン病院の現状視察しました。スリン県と近隣県にとって基幹病院となっているスリン病院では、1日に80万から100万リットルの水を使用していますが、ここに来て干ばつの影響で病院への給水量が激減しています。現在病院の周辺では8つの井戸を掘る作業が進められていますが、15日までには作業が終わる見通しです。井戸から汲み上げられた地下水は大型のろ過機2台でろ過し、病院で使用されることになります。次のニュースです。気象局はタイ南部東部の大雨に警戒を呼びかけています。多くの地域で雨が降り続いていますが、気象局は鉄砲水と土石流の可能性があるとして警告を発しました。気象局の報告によりますと、南部と東部、特にラノン県、パンガー県、プーケット県、トラン県、サトン県、チャンタブリー県、トラート県では、大雨、強風、高波に警戒するよう呼びかけています。気象局はその前から断続的に続いている豪雨により、鉄砲水や土石流が引き起こされる可能性があるとして、避難準備を進めるとともに、警戒を怠らないよう求めています。台湾上部とアンダマン海では、最大4メートルの高波が予想されています。大雨の地域では波が4メートルを超えることがあるとして、こちらも警戒が必要です。災害防止局は天気予報を監視しながら災害に備えて役員を配置しています。次のニュースです。今日のニュース展望は、チラポン王女殿下が署名した生物学的製剤研究開発に関する協力協定についてお知らせします。チラポン王女殿下は9日、生物学的製品の研究開発に関するチラポン研究所とタイ石油公社、政府薬剤当局との間で協力協定を締結するために署名を行いました。バンコク郊外パトムタニー県にあるチャクリーバンコクマンションで署名式典が実施されました。この協定は国民の生活の質の向上に科学と技術を適用し、手頃な価格で国際的な品質と安全基準を満たすタイ医学を提供したいとの王女殿下の願いを満たすよう計画されています。またこの協定により輸入生物製剤の量と依存度を減らし、タイの生物製品産業と発展の促進に役立つと期待されています。チラポン研究所は乳がん治療用の生物学的製剤の開発に成功したタイで最初で唯一の機関です。これは海外の技術移転を行わず、タイ人研究者によって生み出された初の改革となりました。生物学的製剤は人での臨床試験に用いられるものです。政府からの合意と財政的支援のもと、協力協定があれば生産レベルで薬品を製造することが可能となります。